どうも、ギフライターともです。今回はこのドラゴニックデモリッシャーという新カードが、もしかしたらめっちゃ強いんじゃないっていう動画ですね。さあ、早速ドラゴニックデモリッシャー効果読んでいきましょう。持続性7レベ、2500の守備が0。ドラゴン族。自分の墓地のモンスターがハイドラゴン族、ドラゴン族のみの場合、手札のモンスター1枚墓地を送って発動できる。相手フィールドのレベル8以下1体選んで破壊する。その後、自分の墓地のドラゴニックスレイヤー1体選んで自分フィールドに守備表示で特殊召喚できる。といった効果なんですけれども、まず、縛りがきついですよね。ドラゴン単デッキでしかあまり使えない条件を持ってます。で、その代わり、発動するときに相手のモンスターをね、破壊できちゃいます。もう強い。で、この墓地のドラゴニックスレイヤーって何ぞやって思った方、これね、遊戯王ラッシュデュエルの第1弾で登場したドラゴン族モンスターなんですけど、こちら、ドラゴニックスレイヤー、これですね。いやー懐かしい。地属性7レベの攻撃力2300、守備0。このカードの効果が、自分フィールドにね、このカード以外のレベル7以上のドラゴンがいる場合に、相手フィールドの魔法トラップ1枚を破壊できる効果を持ってます。これで、ドラゴニックデモリッシャーとスレイヤーを組み合わせると、8以下のモンスターと相手の魔法トラップ1枚、合計2枚割った上で、デモリッシャーがね、攻撃できるようになります。いや、これはいいんじゃないかなと。組み合わせ的にもね、バッチリだと思います。ただ、これだけだとやっぱりね、デモリッシャーの条件がちょっとね、ドラタンデッキにしなきゃいけないのが、まあ、きついかなと思うんですが、7レベっていや、七宝戦。ドラゴニックスレイヤーを捨てて、2枚ドローしてドラゴニックデモリッシャーを起動する。そういったこともできるし、ドラゴン族ってドラタンデッキで戦えるように、下級のサポートカードが優秀だったり、そういった七宝戦とかの汎用カードの相性が良かったりと、何かとね、恩恵を受けれるカードが多いです。その辺がね、まず強いなと。そして、何よりこの、デモリッシャーの条件、手札のモンスター1体墓地へ送るっていうのは、ドラゴニックスレイヤーを墓地へ送って、相手のモンスター破壊してドラゴニックスレイヤーを蘇生できるんですよ。手札にドラゴニックスレイヤーがいれば、実質ノーコストで発動できる破壊効果になります。ノーコストでモンスターと魔法トラップ1枚ずつ破壊できるって、これまあ強いんじゃないって思ってます。しかも、デモリッシャーとスレイヤーが並んだことによって、この魔法カードも発動できるんですよ。ハイパーノバね。自分のフィールドにレベル7の光属性以外のドラゴン族が2体の場合に、自分の墓地の光ドラゴンを特殊召喚できる効果を持ってます。デモリッシャースレイヤーでモンスター1体と魔法トラップ1枚破壊できた後に、例えばこれでね、ドラギアスを出して2回攻撃プラスデモリッシャーの2500攻撃。それか、魔法トラップ1枚破壊しても、まだ伏せカードが2枚もある。そういった場合は、ミラージュドラゴンを蘇生して、デモリッシャーとミラージュドラゴンだけ確実にバトルフェーズで攻撃ができる。そういった感じにも使えるので、七宝戦とかこういったハイパーノバで、フィールドの展開の後押しができるわけです。これ、時代ドラゴン来るんじゃないかなって思ってます。もともと、ドラゴニックスレイヤーが好きだったので、このデモリッシャースレイヤーデッキ、デモスレデッキはちょっと作ってみたいですね。ついにね、デモリッシャーって、まんまトランスフォーマーやないかい。